浜松基地付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成航空自衛隊浜松基地は、静岡県浜松市西区西山町無番地にある、航空自衛隊の基地。以前は、浜松飛行場を中心に南、北の基地が併設されていたが、現在は統合されて一つの基地になっている。基地指令は、 第一航空団司令が兼務。1952年10月、保安隊航空学校設立保安隊、航空学校の学生日本陸軍、アメリカ空軍浜松駐屯地浜松基地、航空教育集団直轄航空総体直轄、中部航空方面隊霊下、航空支援集団霊下防衛大臣、直轄エアフェスタ浜松2009でのサンダーバーズ、エアフェスタ浜松2009で、 展示飛行を行うサンダーバーズ毎年秋に航空祭を実施しており、エアフェスタ浜松と称している。ブルーインパルスの展示飛行の他に航空自衛隊で使用している航空機や陸上自衛隊のヘリコプター、米軍から借用した機体などの展示、各種航空機の展示飛行などのイベントが催される。入場無料。1982年11月14日の航空祭では、 t-2 ブルーインパルスが、下向き空中回過演技中4番機が墜落、パイロット1名が殉職、周辺住民12名の負傷者を出す事故を起こした。以後浜松基地の航空祭では、中外離飛行系演技と背面飛行系演技が全面禁止され、浜松スペシャルと題した水平飛行系演技のみとされた。t-4 ブルーインパルスに、機種改変後も、 浜松スペシャルが続けられていたが、1999年11月14日の航空祭より、中外離飛行経営儀と背面飛行経営儀が解禁され、18年ぶりに第1区分の展示飛行を実施した。夏には、浜松基地農業祭を毎年実施する。当日は、南基地の一部を開放し、盆踊り等により、地域住民との交流を図っている。入場。 参加無料。2004年10月の航空祭にアメリカ空軍の極技飛行チームサンダーバーズが飛来し展示飛行を行う予定だったが悪天候で飛ぶことはなかった。2009年10月17日に開催された航空祭ではアメリカ空軍の極技飛行チームサンダーバーズが展示飛行を行い約12万人が来場した。浜松基地の航空祭以外でもブルーインパルスが 飛来することがある。これは、宮城県松島基地所属のブルーインパルスが、他の基地等へ展開する際や、他の基地等から松島基地に帰還する際に、給油のため、浜松基地に立ち寄るためである。その際は、ブルーインパルスのコンバットブレークや、フォーメーションテイクオフを見ることができる。ただし、浜松基地の天候が悪く、石川県の小松基地を経由して、 松島基地に寄稿した例もある。自衛隊法試行例、近畿中部防衛局広報誌、近畿中部防衛局トップページ、2018年12月9日閲覧、2012-11、12月号自衛隊施設巡り、陸上自衛隊青を駐屯地、自衛隊法試行例の一部を改正する政令、国立公文書館デジタルアーカイブ、2016年5月4日閲覧、 ペトリオット PAC-3 の浜松配備について防衛省2008年5月14日防衛省組織令の一部を改正する政令。ありがとうございます。